駅名標カモ駅は、福岡県福岡市沢楽カモ3丁目にある、福岡市地下鉄、七熊線の駅。駅番号は、N03。駅のシンボルマークは、空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした、西島伊が2001年に指揮したため、それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。モチーフは、 カノ神社の言い伝えに出てくる金屑川のナマズである。駅識別カラーは、陸455で、七熊駅と共通。橋本駅が管理し、JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅である。かつては、JR 西日本福岡メンテックが、駅業務を受託していた。島式ホーム一面二線を有する地下駅。各階の面積は、 地上319平方メートル、地下1階4197平方メートル、地下2階3330平方メートル。地上出入り口は幕屋根としている。利用者の目に留まる箇所に用いられる。個性化壁は赤土色のソイルセラミックスタイルを使用している。2019年度の1日平均乗車人員は3226人である。 開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。ありがとうございます。